愛媛県道234号大津保内線の紹介をしていきます。大津保内線は大津市の大津市役所の前から保内町の日槌までを結んでいる道となっています。約17キロの道となっています。この道最近まともに通れることが少ないのよね。綺麗なカーブを描きながらのんびりした風景を楽しめるのに、横の峠久しく通ってないわね。最初は大津市内の大津の商店街大津城と名跡を見ながら進んでいき、道が広がります。肘川沿いに出た後は、途中から県道234号線は分岐する形となり、金山出石寺のある山へと入っていくようになります。横の峠を越えていくようにはなりますが、近年災害復旧工事などで全線を通ることは稀となっています。迂回路が設置されているので、そちらの市道を利用してパスしていくことになります。横の峠はくねくねカーブを描きながら素敵な風景を見ることができるのですが、なかなかその風景を最近では見ることができていません。迂回路を抜けた先は日槌の地区に至ります。金山出石寺に抜ける道、そして長浜の方に抜ける道と分岐した後、県道28号線に出てから終わりとなります。 15.1 キロの今回は旅になりました。ご視聴ありがとうございました。